裏剣プラス Vlog 島崎です。富士フィルムスーパーカップ今終わりました。結果はですね、天皇杯覇者の浦和レッズが J リーグチャンピオンの川崎フロンターレを2対0で下して、2006シーズン以来16年ぶりの富士フィルムスーパーカップタイトル獲得しました。やりました。やりましたね、皆さん。素晴らしいゴール。江坂当たる選手のね、2ゴール。それから素晴らしい守備。チーム全員が川崎のあの、ビルドアップを封殺してですね、無失点で乗り切りましたよ。本当に素晴らしい。いやー、これでこう、どうなっちゃうのこれ。来週以降、浦和レッズ、期待感高まるじゃないですか。というわけで、今回は、その、フィジーフィルムスーパーカップでね、活躍した、まあ、個人的に、マン・オブ・ザ・マッチに挙げたい選手、芝と甲斐についてちょっと、ひとしきり語りたいと思いますね。で、バックはですね、何が映ってるかというと、私、沖縄のやちむんというお皿が非常に大好きでして、沖縄に赴くと、必ずこのやちむんのお店をいろいろと、伺ってですね、食器を物色するのを趣味にしてるんですが、今回はその模様を、流しながら、芝と貝のことを語るという、この Vlog ならではの実験的な比較になっておりますので、皆さん、しばしお付き合い願いたいと思います。富士フィルムスーパーカップでの芝と甲斐はですね、出色の活躍でしたね。ポジションはですね、まあ、試合状況ごとにいろいろとこう立ち位置を変えるので、明確などこというポジションはちょっと言えないんですが、まあ、例えば岩尾健と、コンビを組んでダブルボランチ気味にプレーしたり、それからね、ちょっと1列前のインサイドハーフのようなポジション取りをして、そこから相手に猛烈なハイプレスを仕掛けたりですね、攻守両面にわたって非常に効いておりました。さっきとのちょっと違いをちょっと見てみたんですけども、よりポジション取りが的確になった上に、力のこう加減といいますかね、出しどころを非常にこう捉えているように思いました。かつての芝刀はどちらかというと、全てのプレーが全力疾走といいますか、攻撃守備ともに、まあ、ボールにこう猛然とアプローチしていって関与していくみたいなプレーが真骨頂だったように思うんですが、今季のこの富士フィルムスーパーカップでの芝とはですね、非常にこうタイミングのいい攻守の関わり方をしているように思いました。沖縄キャンプのインタビューに答えてるんですが、オンラインで、彼曰く、まあそのボールに寄りすぎないことを考えるようになったと。そして、例えばボールに寄るとしても100% の力ではなく 50% の力で寄っていて、相手と対峙してから残りの 50% を出すと、そういう力の加減を気にしているなんてことを言ってたんですが、まさにそういうプレーが垣間見られたような気がしましたね。その結果、相手川崎の中盤は非常に嫌がってましたね。芝田のアプローチにプレスも強烈ですから、強度がもう抜群でしたからね。そして、彼のね、やっぱ売りは、まあ、さっき言った局面強度、まあ、ボール奪取能力だと思うんですけども、それに加えて今回の芝とは、まあ、ボールを受けてからのプレーアクションも非常に俊敏で的確でしたね。相手のプレスをかわすボールの置き方、トラップ、パスの出し方、非常に余裕があったと思うんですよね。以前はかなり相手にアプローチかけられると窮屈な状態になって、苦し紛れにパスを出すこともあったんですけど、今回は違いましたね。かなり余裕を持って、視野も取れていたし、的確な位置にボールを運べていたように思います。この
ニューバージョンの柴戸はですね、岩尾健と組むとですね、ものすごいこう状況把握能力の高いボランチコンビが生まれるということでね、前半の途中までは川崎が全くボールを回せずに苦悩してましたね。これはやはり柴戸、それから岩尾のこのセントラーのね、2人の影響が大きかったのではないかと思っています。今季から柴戸は背番号22番を背負ってるんですが、22番はもう、浦和レッズサポーター、ご存知の通り、昨年まで阿部勇樹がつけていた番号ですよね。この22番をつけることの意義とかね、覚悟みたいなことも彼は語ってるんですが、そのなんか気持ちがそのままプレーに乗り移っていたかのようにね、見えましたね。責任感の高さを如実に感じさせましたし、この人ね、まあ以前も話したんですが、普段は非常に寡黙で不言実行タイプなんですよ。高倉健のように不器用です私みたいなお辞で行くような人なんですが、いやーね、今日のプレーぶりは不言実行の最たるものというか、もう体で示すっていう形でね、ものすごい闘志を感じましたね。闘将ですよ。新たな闘将誕生みたいな感を抱きましたね。頼もしかったです、本当に。今季の浦和はですね、ボランチに有望な選手が非常に多いんですよね。今日出場した岩尾、それから柴戸、それ以外に、まあ、今日はね、左のミッドフィールダーで起用された伊藤敦樹、途中出場した平野雄一、それから流通経済大学から新加入した安井海斗も私かなり早い段階で出場を控えるんじゃないかと思ってるんですが、その中でね、柴戸はどうなんでしょう、ちょっと事前にはかなり厳しいポジション争い強いられるのかななんて勝手に思ったんですが、全くの杞憂でしたね。ちょっともう中軸としてもう頼もしい存在もうなっちゃいましたね、この1試合で。それだけ抜群のプレーでしたね。感動しましたよ、本当に。彼がいることで、リカルド・ロドリゲス監督のチーム、より一層こうチームレベルが引き上がったんじゃないですかね。そのぐらい素晴らしい活躍でした、柴戸選手。ところで、柴戸選手、キャンプ中にですね、サウナの楽しさを覚えたらしいんですよね。私、島崎、根っからのサウナーでして、もう大のサウナ好きなんですが、なんと松尾雄介氏に誘われて、キャンプ中ホテルで12分2セットのサウナ、間に水風呂入り、整ったらしいですよ。なんと、ついにサウナ、新たなサウナ誕生ですか？話が合いそうですね、柴戸君と。ちょっとね、何かの機会があったら、サウナ談義もちょっとしてみたいななんて思っちゃいました。いやー、楽しみになってきましたね。来週の J リーグ開幕戦、アウェー京都サンガ戦。どんな陣容になるんでしょう、この結果を受けて。柴戸海は先発するの？いやー、するような気がしますが、でも他にもいい選手いますからね。システムもわかんないですよ、これ。相手によってこう柔軟に変えそうな気がしてきました。いずれにしてもですね、今回の富士フイルムスーパーカップを見て、私、胸が心躍ってますよ。皆さんもそうなんじゃないでしょうか。次回もまたね、J リーグ開幕戦が終わった後に、ちょっとこの V6 またやりたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。